ここからは言えば言うほどコニックスがお送りします。はい、さあ次は何を参りましょうかということでございますが、はい、先ほどもちょっとニュースにありました、はい、ローマ法王というね、あ、はい、なんかねえ、やめちゃうの、はい、うん、ペンネームゴルゴ31さんからもいただいてるつ、ゴルゴ31すごいですね、はいはい、チョコミント、好きなものはチョコミント、そうやな、はい、うん、黙って、俺の後ろで食うなだとはいいですが、まこ、はい、ちゃんからもいただいておりますが、ローマ法王ベネディクト16世自身の高齢と体力的に、まあこれ法王を続けるのは無理という理由でという、まあさっきのニュースの通りですね、はい、退位することになったと、まあ、こういうこと、85歳という年齢だそうであります、はい、まあ、ミサでは車輪付きの台座に乗って移動したり、主治医から飛行機などで長距離移動はしないようにと指示をされていたと。まあ、こういうことですから、もうちょっと続けられんなというようなね、ことでありました。はい、シルバーポンタさんからもいただいております。まあ、最近ではこのローマ法王としては初めてツイッターでメッセージなど積極的な情報発信に努めてきたということですね。そうそう、このローマ法王がツイッターやりますよっていうニュースって、うん、結構最近ですよね、はい、だからすごくアクティブに元気にやってらっしゃるんだなっていう、今風のね、イメージだったんですけれども、はいはい、お疲れさんだったんですかね。まあそういうこともありますし、それがあの信者のもとに届けばですね、はい、ああローマ法のお言葉やっていうようなことでね、うんうん、こう皆さんがあっとこう心にしみるんですが、こうやって見るとですね、なんか新しそうに見えますけども、はい、蓮如上人という方が自分の教えをですね、はい、文にしたためまして、自分は一人しかいないから、はい、説法しようと思ってもここにいる人しかできない、その教えを全部文にしたためて全国の信者にこれをパーッと配ったわけです、はい、そこのこのお踏みがあった時には、この蓮如上人がそこにいるというようなことであるので、はい、今のいわゆる広告媒体というんでしょうか、マスメディアというんでしょうか、ね、はい、そういうものをですね、蓮如上人はもうあの時代でダーッとやっていた、はい、今蓮如が今にいたならきっとこういうツイッターをやっていたに違いないなという、はい、まあ、やってみたら全国にうわーって来たんで、それでちょっと連なったいう噂もあるやろかいう噂もありますけどね、まあ、大沢さんも600年ぶりにという、はい、専業列車さんも85歳という高齢がね、まあなんかツイッターを始めるなどの積極性もありましたが、何か他の理由もというのはさっきのニュースにもありました、はい、側近からのなんか文書の流出とかですね、いろんなね事件がちょっとこう、はい、不祥事がちょっと相次いで、新郎がやっぱり耐えなかった、はい、桜丸さんからもね、ツイッターで心ない誹謗中傷があった、小田さんが今言ったあって嫌になったんですよね、この絵文字がキモいとかいろんなこと書かれたんじゃないでしょうか絵文字なんか使わへん使わへんと思います、使わへんって思います、はい、ガッツ一モスさんもね、でまあこれローマ法を次の男を決めるね、コンクラーベがあるんですね、次の男をって書いてあるで、なんでや言ったら男を比べる決める段コンクラーベ、ね、この話題でそういうことを言うのやめていただけませんか、こういうこと書いてあるんだ、はい、いやこういうこと書くなど叱ろうと思って僕は読んでるんです、はい、いけませんよ、いかんぞと、こういうことはいけませんよ、はい、一時の八と法王のなんとか、これは読めん、読めません、読めませんも読め、はい、これどうです、これあんた読めん、絶対読みません、絶対読めませんか、はい、はい、いやでもローマ法、私たちってやっぱりこう宗教のっていうものの考え方って日本にはちょっと独特のものがあるんですけど、ヨーロッパでこういう宗教って本当にあの一人一人が大事にしてますから、うん、で特にこうローマ法王っていろんなそのなんだろう、あのそこでローマ法王しか知り得ないこと代々受け継がれてきたとか、うん、いろいろあるわけでしょ、はいはい、であんまりコロ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 変わられるのはやっぱりちょっと問題があるわけで、うん、ね、そういったところもだから、あ、大丈夫なのかななんて感じがしますけどね、ね、サンピエトロ大聖堂さんからいただいております。サンピエトロ、ね、あ、そう。はい、はい、宗教上の話題なので冗談で聞いてほしいんですが、あ、コンクラベって新しい法、あの、教皇が決まると白い煙を出しますが、白い煙というのは赤い玉と同じように、なんか、こう、ちょっと、不吉な感じがしますけど、不吉じゃないですけど、まあこれは昔からあることで、はい、煙によってなんか、はい、これ選ぶ時のことも風習も時代によってね、違ってて、はい、枢機卿あたりが全部集まって誰にしようかいう時に、はい、せーのでなんか名前を言う時代もあったらしい、はい、
で、一緒に同じ名前出たらそれで決まるんですけども、例えば、次郎さんと一緒になろうと思う。次郎さんってみんなが言えばいいです。太郎さんって一人言ってると、あ、全員一致じゃなかったな、いうような、はい、そういうような決め方の時代もあったいうんですね。はい、シャータイさんもね、600年ぶりということは相当な覚悟だったんでしょうね、ということで、ね、まあ、お年であるならば、しょうがないなと思いますが、それにつけても、こういう重要な、尊い、はい、地位のお方が、はい、自分で辞められるっていう時に、ふと僕らが思うのは、日本の天皇も、高齢になっても、なかなかこのご公務から解放されない時に、僕はいつも心が痛むんで、はい、ああ、ローマ法でもこういうシステムをやったら、ああ、なあ、この場合はどうだろう。大変やろうな、ご高齢でこういうね、ご公務を務められるのはというふうに、ちょっとまた、そちらの方に気持ちが参ります。はい。